Cette semaine, Natchan s'initie à un sport de glisse nautique qui remporte un franc succès actuellement. Elle pourra découvrir de superbes paysages au fil de l'eau. Dans la suite de l'émission, Ryoji part en quête d'objets japonais insolites et malins. C'est toujours l'occasion de découvrir des idées de cadeaux à l'approche des fêtes. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion! みなさんこんにちは、なっちゃんこと麻生夏子です。さあ、私は今日は神奈川県の日の出町というところにやってきました。みなさんはスタンドアップパドル、通称サップはご存知でしょうか？今ね、日本でとっても人気のあるスポーツなんですけれども、どんなスポーツかわかりますか？ヒントはこの風景ですかね。わかるかな。今日はですね、その人気スポーツサップを私体験してまいります。 Pour pouvoir s'initier au SUP, Natchan s'est rendu à l'embarcadère Sakura, situé sur la rivière Ooka qui traverse la ville de Yokohama. Grâce à Monsieur Take du Yokohama SUP Club, elle va apprendre tout ce qu'il faut de cette discipline. そもそもサップっていうスポーツはどこで生まれたスポーツ？ハワイで生まれて。ハワイで。Et oui, Natchan, SUP est le diminutif de stand-up paddle. Ce sport, qui a vu le jour à Hawaï, consiste à se tenir debout sur une planche de surf et d'avancer à l'aide d'une pagaie. 今、まあ、結構すごい人気じゃないですか。そうですね。人気の秘密って何だと思う？やっぱりこう手頃な感じで始められたりとか、はい、もう道具も板とこのパドルだけ。あ、もう本当にこの2つだけで。はい、それで例えばもう水辺のシーンでしたら、はい、まあ、ここ横浜だとこう大岡川だったりとか、はい、海、波がある海だったりとか、はい、あと大きい湖だったりとか、はい、もういろんなところで楽しめると思うんで、もう比較的簡単に誰でも、うん、まあ、間口が本当に広いというか、はい、もう若い子から、はい、ご年配の方まで、うん、もうすんなりスポーツそのものを楽しめる、うんうん、カルチャーになってると思います。はい。Il suffit d'une planche et d'une rame pour s'y mettre. Cette facilité est l'une des raisons du succès de cette activité nautique. 普段生きててなかなか水の上からこう風景見るってないですもんね。うん、全然やっぱり景色が変わる。違いますか？私港未来とかよく行くんですけど、はい、やっぱ違いますか？水の上から見る。全然違います。あ、男性の方だとこれに乗って釣りに行ったりとか、いろいろやってますので。これに乗って釣りに行って、なんかそういうことも楽しめるんで。例えば、あの船では行けないような、はいはい、ちょっとちっちゃい場所だったりとか、そういうところにもスーッと行ったり。Sans plus attendre, on lui enseigne les rudiments du SUP. Pour commencer, on ajuste la longueur de la pagaie. どれぐらいが理想なんですか？こう伸ばしていただいて、ここが掴めるぐらいですね。はい。はい。はい、これが理想です。理想。はい。で、パドルはですね、板を持った時にこっち側でも漕いで、こっち側でも漕ぎます。はい。こう刺して、お辞儀するだけでこう。はあはあ、腕の力でこうやってしまうともう疲れてしまうし、進み方も良くなる、はい、こうイメージ、あ、そういう意味での体感なのか、はい、そうです。あとこれも水に入った時にやりやすい、今ちょっと長いので。 Voyons maintenant comment se tenir debout sur la planche。 最初はあの膝立ちといって、こう四つん這いになる感じになりますので、はいはい、右、左、左で立つ。でパドルを持ってもらって、パドルを持って漕ぐだけです。す、あ、す、そか、お辞儀をするように、お辞儀。これでもう、うん、もう出れますか？です。こんな簡単なんですか？こんな簡単に出れるんです。だから人気なんですね。そうなんです。やっぱこれがこう一番の魅力というか、はい、もうすんなり誰でもスッといける。そうですね、はい、あんまり私もあんまり運動神経得意、あの良い方じゃないんですけど、はい、これならなんかできそうですね。すごい簡単に、はい、いけると思います。わかりました、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい。Ça y est, il est grand temps de se diriger vers la rivière, histoire de mettre enfin la théorie en pratique. Natchan va maintenant découvrir les joies du SUP sur la rivière Ooka qui traverse Yokohama. Elle se dirige à présent vers Minato Mirai, un quartier touristique de Yokohama au look futuriste. じゃあまず四つん這いになって。ここで。ゆっくり片足から手をついて。片足から。片足から持ってもらって。はい、で四つん這いになってます。はい、はい、でパドルを渡します。はい、ありがとうございます。そしたら行きますよ。ちょっとだけ押します。はい、はい、それでは行きます。
いらっしゃ、パドルだけ危ないから、はい、はい、いってらっしゃい、行ってきます。待って、すごい間抜けな出航信者。 Effectivement, on ne peut pas dire que le départ soit très académique, mais l'essentiel est qu'elle soit toujours au sec. 気持ちいい。この風もいい感じ。風もいい感じですね。 Bon, en attendant de gagner un peu d'assurance, elle va pagayer à genoux. そうそう。あ、やっとちょっと慣れてきた。そうそうそう。で、なるべく板の近くを漕いであげる。Natchan est tellement concentrée qu'elle ne songe même plus à parler. Natchan, 無言になってるよ。なんか難しい。意外と。結構。だ、もうちょっと漕いで勢い出るともうちょっと下持った方がいいかな。下持つ。全体的にもうちょっと。ちょっと座ってるからその分。はい。ついつい忘れて無言になってます。すごい必死にやってた。集中できるときに集中した方が全然大丈夫。でもこれはテレビだということを忘れていました。コメントしなきゃ伝わらない。今ちょうど私の目の前ですね、橋が見えてきました。結構これ何メートルぐらいかな。あ、でもこういう風になかなかね、船じゃなくて、しかもこんなギリギリで橋の下通るなんて。あ、橋の下ってこんな感じになってるんだ。面白い。面白いよね。ナッチャン commence à s'habituer. Elle peut maintenant profiter du paysage qui s'offre à elle. Et là, d'elle-même, au lieu de se la couler douce. そろそろ立ってもいいかな。お、立ちます？どうだろう。トライ。ナッチャン n'est pas la plus douée pour les activités physiques. Va-t-elle réussir à se tenir debout sur la planche? Le suspense est à son comble.よし、こんな感じかな。 Alors, ça donne quoi? はい、立てた。立った。ナイス。ナツコが立った。ナッチャン maîtrise à la perfection le sub et parvient à se tenir debout sans problème. Sans rien lui enlever de son mérite, ce n'était pas si dur, non? C'est parti pour une balade en sub en position verticale.ちょっと余裕が出てきました。周りの景色がね、綺麗なお花が咲いてるなとか。あ、また橋が。今度は青い、ほら、青い橋だ。あ、初めて立って渡る橋。余裕があったら間見ると魚いるかもね。あ、あ、いた、いた。スズキです。スズキ、シーバスってやつだね。Et tout ce que la vue des poissons inspire à Natchan, c'estお腹すいた。もうあ、お腹すきました。もうお腹すいた。お腹すいた。朝ごはんがっつり食べたのに。すごい優雅なスポーツ想像したんですけど、割と体育会系ですね。まあでも慣れちゃえば、慣れちゃえばすげえ。なんかでも徐々に笑顔になってきてるね。徐々にね、やっと笑顔が。最初はこんな顔だったのが、ちょっとやっぱこんぐらいに。もうとりあえず必死ですよ。落ちないことと、ちゃんと前に進むことと、あとやっぱどうしても結構曲がっちゃうから、それがね。10 minutes se sont écoulées depuis le départ et Natchan est devenue une vraie pro. Elle peut maintenant profiter à loisir du paysage qui l'entoure. いいね。あ、よかった。お仕事頑張ってください。元気で。もう今日一日ハッピーだね。ハッピーだ。ハッピーだね。ハッピー。Après avoir remonté la rivière durant 30 minutes, le quartier de Minato Mirai apparaît enfin. 目の前に横浜のランドマークタワーが見えてきました。すごい。Natchan n'est plus qu'à quelques coups de pagaie de sa destination. わ、ここが一番開けてる。え、みなとみらいってこんな感じなんだ。へえ。すごいよね。超綺麗。なんかとっても開放感ありますよ。Une quarantaine de minutes après le départ, la voici arrivée à Minato Mirai, le célèbre quartier touristique de Yokohama. Dépourvu d'obstacles, la vue depuis la rivière offre un spectacle magnifique.
ようやく、なんとかですねゴールまでたどり着きました。ね、後ろがね本当にザ横浜ってすごく素敵な景色広がってますけれども、でしかもそれがこう地上の位置からっていうよりもちょっとこう低い位置からまたこうね見るっていうのもなんかとても素敵だなと思って、また新たな発見がありました。でここからまた帰んなきゃいけないですもんね。そうですね。はー大変結構大変よ。本当ねテレビだから可愛い顔して乗りたかったんですけど、結構最初険しい顔になってると思いますけど、多分乗ってみたら分かると思うけどね、とっても本当に楽しいです、うん、なんて言ったって景色が変わりますからね。Allez, Natchan, un effort. Pense aux paysages sublimes qui t'attendent en chemin. Au fait, vous saviez que le surf fait particulièrement travailler les muscles du bassin? Cela peut expliquer en partie pourquoi cette activité remporte un large succès auprès des femmes. Et voilà, Natchan est arrivé à bon port. お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい汗かきました。いい汗かきました。とってもね今すがすがしい気持ちです、はい、うん、気持ちよかったっす ね, ね今日本当に天気も良くて、そうです、ね、風もないし波のコンディションも相当良くて、はい、すごいなんか漕ぎやすい、はい、いいあのサップ日和になったんじゃないかなって思います、うん、まあ、横浜ね私も東京育ちなので、はい、まあ、よく来ることがあって、はい、けどやっぱりこうまた全然本当に違う視点で楽しめたし、はい、こうスポーツしながら観光できるって、うん、ね、なんかいいなと思って、はい、こうやっぱりこういろんな橋の下見てたりとか、うん、いろんなところを見ながら気づいたら、はい、あんなに景色がいい、うん、もうアーバンな、はい、都会的なもうベイエリアの景色が急に入ってきたりとか、やっぱそういういろんな感動が要所要所にあるのかなと思ってて、うんうん、人それぞれ感じ方の違う街をこうサップで、はい、なんかこう楽しくクルーズするのも楽しい魅力なのかなと思いますね、うん、そうですね、うん、なんかこう普通に歩いてらっしゃる方とかも、はい、こうなんか水の上からだと手を振ったらなんか振り返してくれちゃったりとかして、そう、あれ何なんですかね、ね、何なんですかね、なんかこう親近感があるっていうか、そう、なんかああいうちょっといつもはない交流だったりとか、ね、なんかまあ普通にね地上でまあ巡るのはもちろんいいですけど、はい、ぜひちょっと観光に来た際にはこういうね新しい巡り方も、はい、してほしいなと。四季折々の豊川のこのサップ、はい、そうですね、クルーズもあるんで、はい、やっぱり日本に来て、はい、いろいろねいろんな魅力を再確認してもらえたらいいなと思いますね、うん、そうですね、はい、じゃあ今日も本当今日はありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様でした。はい、皆さんもやってみてね。こんにちは、雑貨や文具大好き西根隆二です。本日も東急ハンズ広島店にやってきております。まず今日僕が紹介したいのはですねこちらでございます。これなんだかわかりますか？実はこれお弁当箱なんですね。見てください、じゃん。これ昔からある日本のお弁当箱なんですけれども、これ何がすごいかと言いますと、木をですねこう薄く切ってそれを曲げてあるんですね。こうカーブをつけて曲げてあってお弁当箱になってるんですけれども、杉やヒノキが使われることが多いです。で杉やヒノキが使われているのでこうほのかに木の香りがするんですね。これはね本当に日本の伝統工芸品でございますから、東急ハンズに来た時にはぜひぜひチェックしてみてください。そしてこれにですねお弁当おかずを入れるとどうなるかと言いますと、じゃん、こんな感じになるんですよね。すごく彩り豊かでいいですよね。実はこれはね食べれません。この辺りにも日本の技術が詰まってますからね、すごいことでございます。さあ今日もいろいろと商品を紹介していきたいんですけれども、今日僕が助けてくれるのはこの方でございます。こんにちは、東急ハンズ広島店の岡本さんです、はい、よろしくお願いします。お願いします。 Voici notre rubrique consacrée aux objets japonais insolites du quotidien. Qu'il s'agisse d'idées cadeaux, de souvenirs ou d'autres objets de toute utilité, il y a toujours de quoi faire. さあ岡本さん、はい、まずは何を紹介してくれますか？まずはカレンダーです。おー、そうですね、はい、2018年のカレンダー、はい、最近は犬が柴犬が人気なので、うん、柴犬が人気、うん、日本でももちろん人気ですし、うんうん、世界中で、そうですね、あ、そうですか。インスタ SNS とかを見てても、うんうん、柴犬を飼われてる海外の方って多くて、そうなんだ、いいですねこれ。富士山バックの柴犬。まあ、柴犬といえばねこう日本の犬っていう感じですからね、うん、そうですね、あ、世界中で人気なんですね、はい、こういうの流行ってるんですね。サイネーさん何犬がお好きですか？あ、僕はヨークシャーテリアっていう犬が、
ヨーキーちゃんが好きなんですけど、いますかね、ヨーキーちゃん。来年犬年。あ、そうか。そうです、来年犬年。あった、これ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 、ヨーキーちゃん、ヨークシャテリア、かわいいですね。何が好きかって、四角い輪郭に目と鼻が丸いでしょ、その辺が好きなんですよ。わかります、うん、はい、小さな犬なんですよね。ワンちゃんに詳しいんですか？犬大好きです。あ、そうなんだ。急になんか豆知識ぶっ込んできますね。ちょっとすみません、もう一犬種ぐらい言っておきましょうかね。あ、僕これも好きなんですよ、岡本さん。あ、キャバリアキングチャールズスパニエ。そうですね。何も知識がなかった。これなかった、残念。そうですか。まあいろんな犬種に特化したカレンダーがあるんですね。はい、これはやっぱ犬年ならではっていうのもあるし、うん、こう世界中でこうワンちゃんが流行ってるっていうことなんですかね。はい、それも影響してると思います。そうか、うん、2018年はワンちゃんのカレンダーで決まりですね。はい、les calendriers illustrés de chiens se déclinent sous toutes les formes. Avec leur socle, on les dispose facilement où on veut. Les calendriers ont la forme de petits chiens dont le pelage, l'expression ainsi que les vêtements changent en fonction du mois. Jamais on n'aura autant apprécié le temps qui passe. Et ce n'est pas tout. Ryuji a flairé une adorable collection de calendriers. Il s'agit de la série The Dog Mascot Monthly. Chaque petit chien en peluche est équipé de son mini calendrier. Du plus mignon au plus sérieux, il y a forcément le calendrier dont on rêve ici. Et en plus, il constitue une excellente idée de cadeau. De passage au Japon, n'importe qui croise des distributeurs de gachapon, de drôles de petits souvenirs toujours très populaires. De plus, les collections proposées sont vastes et très surprenantes. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. 本日僕がチャレンジするガチャガチャはこちら。日本の手法、仏像立体図録3。全12種類で多聞天いきましょうか。多聞天ね、さあ、あ、金は金だな。え、これなんだろう、組み立てましょうか。え、さあできました、多聞天金でございます。見事当てましたよ。いやー、いいですね、こう天を仰いで見事にね、目当てのものを引き当てましたのでね、これ嬉しいですよ、本当にね。 Et maintenant, place aux objets insolites dénichés par Sainei Ryuji. Découvrez des accessoires qui vont illuminer votre vie. さあ、続きまして僕がおすすめする商品を紹介するコーナーでございます。今日紹介するのはこちら、耳かきなんですけれども、いろんな形の耳かきがございますけれども、その中でも特におすすめしたいのがこちらでございます。いわゆる、オーソドックスな耳かきなんですけれども、作りがね、より繊細になっております。Un par un, ces cure-oreilles ont été méticuleusement réalisées par des artisans chevronnés en utilisant du bambou soigneusement sélectionné. Mais...Sont-ils faciles d'utilisation au moins? Ah, wow, c'est cool. Ah, これちょっと今までのと全然違う。なんだろう、あの、あ、これすごいかも。本当にすごいかも。え、ちょっと本気で撮っていいですか？あ、これすごいわ。ほら、取れた。すみません、ちょっとあんま綺麗なものじゃないですけど、あの、軽くて細くて薄いじゃないですか。だからこう手にね、その中にどの部分に耳垢があるかっていうのがね、すごく伝わりやすいんですよ。これすごいいいと思う。これちょっと買って帰ります。ちょっとびっくりするぐらい良かった。
Ryuji ne tarit pas d'éloges sur ses cure-oreilles. Un accessoire qui trouve facilement sa place dans n'importe quelle trousse de toilette. さあ、岡本さん、続いては、はい、続いては、レモスコ。レモスコ、はい、これは何なんですか？これは、はい、広島産のレモンと塩と酢と青唐辛子混ぜて作った、はい、無添加の調味料です。ちょっと食べてみたいんですけど、はい、いけますか？はい、大丈夫です。 Voilà, les karaage, les fritures à la japonaise sont maintenant prêts. On assaisonne avec un peu de lemosco et à table. Oh! Oh! Ah, oui, c'est piquant de lemon の爽やかさもあって、なんかね、こう初めての刺激に合えた感じ、うん、あ、分かったです。美味しいですね。唐揚げの味が変わってきましたよ、はい、いろんな食べ物にかけても。そうですね、ピザですとか。あ、そうですね、はい、そういったものにも合いますしね、はい、さて、はい、広島の味といえば、はい、こちら、ゆかり。ちょっと待ってください。ただの紫色のマジックペンでしょ。いや、それがですね、はい、紙にはかけないんですけど、はい、ご飯にかけて食べていただきます。何をちょっとうまいこと言おうとしてるんですか。紙には書くことができないけれども、はい、ご飯にはかけれます。ご飯にはかけれる。ちょっとやってみますよ。お、あ、ペンの形ですけど、あ、ふりかけ。そうです。え、なんで持ち運べるように。なるほど、そうか。お弁当なんかにいいですね。はい。Ce récipient en forme de stylo contient des condiments pour le riz. Sortez-le de votre poche au moment des repas, saupoudrez vos plats et c'est tout. Pratique, non ? Mmh. Ah, 美味しい。シソの香りがいいですね。はい。ご飯は何杯でもいけますね。はい、皆さんもぜひ東急ハンズに旅の思い出やお土産を探しに来てください。岡本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。言葉